ASAKA さん宛にアメリカのアニメ紹介サイトアニメニュースネットワークさんから質問が届いております、はい。デビューシングルオープンユアアイズ以来、ASAKAさんの音楽スタイルはどのように変化しましたか、そしてシンガーとしてどのような成長をされてきましたかという質問が来ております。あのデビューシングルのこのオープンユアアイズという楽曲がすごくこう EDM 調で、そこからシングルしばらくは3枚目までこう笑顔を一つ見せないような表題のシングルが多かったんですね。自分の転機となったのがその4枚目のシングルで出したテレビアニメイルキャのオープニングテーマシャイニーデイズに出会って、初めて笑顔をしっかり持ちながら歌を歌ったんですね。ここまでなんかソウルフルに歌い上げてもいいのかなっていう迷いは最初あったんですけど、アニメが放送され一緒に映像と音楽が流れるのを見た時に、こういうのもアニソンありだな、って思ったのをきっかけに、今のこのソウルフルにパワフルに歌い上げるっていう歌い方の軸が出来上がったっていう、どっちかというとねソウルフルなイメージありますもんね、最初は違ったんです、結構本当にしっとり冷静に冷静に歌うっていう感じだったの、ミステリアスとかっていう言葉が合うかもしれないですね。だから結構そのギャップ、ラジオで話す時と CD を聞いた時のその皆さんがギャップをすごい感じてくださって、今でもまあ多分ちょっとあるとかかもしれないですけど、でもこのゆるキャンという楽曲歌うまでは毎回同じ人が歌ってるんですかっていうのを言われ続けてきたので、やっぱりこのゆるキャンをきっかけにこうパーソナルに近い明るいところを歌にもしっかり反映することができたので、自分にとっても本当に相棒のような存在ですね。相棒、